さあベッドへお入り、お話を聞かせてあげましょう。失われた王国レムリアと輝く女の子のお話を。オーストリアのとある公爵家にオーロラという娘がいました。謎めいた母より生まれ、父からは大いに愛されていました。公爵は彼女を溺愛し、一人で育てました。しかしある時寂しさを感じ、過ちを犯してしまったのです。1895年、復活祭を控えた聖金曜日、公爵の傍らには初々しい花嫁がいました。その夜オーロラが眠りにつくと、炎の力が弱まりました。体から熱が失われ、肌は雪のように冷たくなりました。翌朝、その瞳からは光が消えていました。公爵は嘆き悲しみましたが、どうすることもできません。オーロラは死んでしまったのです。ところがある時、彼女は見知らぬ土地で目を覚ましたのでした。Thank you.
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 かつて大地には日が降り注ぎ、山や谷を明るく照らしていました。夜には朽ちた城が淡い光に包まれていました。夜空には星たちと三日月、世界を治めていたのは光の女王。毎晩一人宮殿を歩き、自らが放つ光で照らしていたのです。しかしある晩姿を消しました。跡形もなく。そして闇が訪れたのです。女王を追いやったアンブラは姿を隠しました。彼女は娘を差し向けました。太陽に星々、そして三日月は姿を消したのです。そして闇の魔物たちが大地を支配し、私たちの命はもはや風前の灯火。オーロラは旅立ちました。遠く離れた黄昏の森の中、彼女を導くのは星の光と一匹のホタルだけ。家族のぬくもりを求めても誰も答えてはくれません。それは太陽と月と父のぬくもりを探す旅。この闇夜のどこかでは闇の女王アンブラがオーロラの輝きをかき消そうとしているのです。